3D プリンターで作った財布が近未来すぎてヤバすぎるそうなので早速作っていきます。完成しました。最強の財布のパーツです。それでは組み立てていきましょう。まずはこのパーツですね。穴がありますんで 3D プリンターの素材をカットして差し込んでいきます。はい、できました。次はこの位置に突起がありますのでこちらのパーツをはめ込んでいきます。お、はい、はまりました。こういう動作をするようにはまりました。それではこのパーツを合体させていきます。そして最後にこのパーツを上からかぶせると、はい、できました。これが超スタイリッシュな財布です。中にカードとお札を入れました。では開いてみたいと思います。いきます。ほっほっすげえ。これ見ましたか皆さん、たったあれだけの仕組みで。おい、やばないこれ。ここの中のパーツって段差があったんで、カードが位置によって段差が生まれるようになってるってことですね。お会計カードで終わり。